審査会にはシェパードやゴールデンレトリバーなど13頭が出場しました。食卓警察犬は普段一般家庭で飼われていますが、県警から要請があった際は行方不明者の捜索や事件の捜査に協力します。今日は、匂いをたどって遺留品を探す即席追及の審査が行われ、積極性や確実性が試されました。ちょっとでも役に立てればいいかなっていうのは。 あります。皆さんの県警には現在8頭の食卓警察犬が登録されていて、今年は61件出動。このうち9割が高齢者など行方不明者の捜索だったということです。人間にできない収穫を持ってますから、人間ではやっぱり限界があるという部分もありますので、えー、尽力していただければなと。合格した犬は。 2年間、任務にあたるということです。